はい、こんにちは、カズボウです。ドラゴンクエストモンスターズ浄化3のパート213を始めたいと思います。今回はですね、ウサギメンバーですね。このウサギメンバー、一角ウサギ、ブラバニクイーン、ゴールデンコーン、アルミナージェですね。これドラクエ10の転生モンスターかな。これはオリジナルなのかな、ブラバニクイーンって。これ初めてね、このゲームで見たんですけど、まあそれはね、いいんですけど、まあ全部ね、まあいつも使ってる通り、素早さなら素早さね、活かした攻撃。これもね、守備力と素早さが高いので、両方ね、使えたりとか、あと賢さが高かったら、あと呪文メインとかね、そんなんでやっていきたいと思います。あとね、全員ね、超行動早いとかね、まあ、いろいろまたつけてるんで、気分屋とかついてるのでね、まあそれに、まあ特化したものもつけてるんですけど、まあそれはいいとしてね、弱点は全部ついてる感じですね。そして、まあ、ドラゴンクエストモンスターズ3のね、ジョーカー3のプロフェッショナルがね、もうそろそろ出るらしいので、やっぱね、そこに向けてね、まあ自分も楽しみにしてますんでね、それも継続してやっていきたいんですけどね、こっちもね、ちょこちょこ不定期ですけどね、出したいと思います。なのでね、不定期なので、まあ毎日は出さないと思いますので、まあね、まあリクエストは受け付けてるんですけど、まあ出せない感じなのでね。なので、まあ例えばこれ使ってくださいとかね、ちょっともうそろそろ見たいですとかね、まあ何でもいいんですけどね、それはこの、今のね、パート213、ここにコメントいただければ嬉しいと思います。なので、ドラゴンボールとかね、あと他の実況、妖怪ウォッチとかね、やってるんですけど、まあそちらにね、ドラゴンクエストモンスターズジョーカー3をやってくださいってコメントは書かないでいただきたいようにお願いします。というのはね、まあそっちの動画見てる方もいますので、まあそれをね、見てしまうと、じゃあこっち見れないじゃんっていうことでね、揉める原因になっちゃうと思いますので、まあそういうことがね、現に1回あったので、まあそれでちょっと控えていただけるようにお願いします。だね、3回ぐらいね、結構他の動画でも言ってるんですけど、まあまたね、呼びかけやりました。なのでね、まあ、引き続き、このパートでね、ウサギでプレイしていきたいと思います。はい、もう少しでね、ドラクエプロフェッショナル出るのでね、なかなか相手が見つからない。まあね、相手がね、いそうな時間帯にはやってるんですけどね。なのでね、とりあえずは、まあ、1枠でどこまでいけるかなんですけど、遊び人のマイルでしょ。呪文が効かない系ですよね、これね。どうしようかな。テンションでいいかな、じゃあ。1枠なのでね、ゴッテスの硬さはね、4枠でもね、本当に上位なので、あて、今回気分屋がついてるのでね、今マイナスでしたけど、まあ、プラスになる時もありますね。ただ、HP がそんなに高くないと思います、相手が。自動回復でね、どのぐらいかわかるんですけど、これでね、100ぐらいですよね、大体ね。遊び人のマイムでさらに底上げをして、ブラバニクイーンが、ちょっとね、呪文メインなんですよね。なのでね、呪文おそらく効かないと思いますよね。効いたとしたらね、逆に HP が高い、ゴッテスなのでね。で、こんな感じになっちゃうんですよ。呪文メインだと。なので、相性は悪いですね、ブラバニクイーン。せっかくいるんですけど。逆にこういうアイアンゲーザーは通るので、これでね、獅子16なので、まあ、160くらいですよね、ダメージはね。で、先ほどのと合わせて大体260です。で、これで底上げをして、おそらくね、自動回復がついてると思うので、自動回復以下によっては、ブラートに変えるかもしれませんね。星降りのサンバとかね、使いたいんですけど、ね、110か !1100 ですね。大体1100なので、でも変えてしまうと、変えてしまうとな、そのままメタル、まあ、ブラート、これですよね。でもしょうがないかな。1枠4体にはちょっと具が悪いので、ブラートに変えた方が成功かな。で、次のね、モンスターにもしかしたらブラートがやられるかもしれないね。そしたら、また、ウサギメンバーでね、戦うことになるかもしれませんのでね。ただこのゴッテスがね、やっと出てきたような感じなのでね、また見つけなくちゃいけないんで、相手をね。これで駆使36なんでね、364のダメージ。で、先ほどの分の追加で、まあ、400ぐらいなんでね、1100だったのでね、あと700ぐらい HP があるのかな。で、ここでまたね、アイアンゲーザーが出ると思います。アイアンゲーザーとかね、そういうものしか通らないですね、もうここまで来たらね。はい、これで200。これでも落ちません。回復とかあるとちょっと厄介なんですよね。はい、ずっとね、続けていくしかないんですけど、お、リザオラル。リザオラルだったらまだいいですね。一回た瞬間にね、またアイアンゲーザー食らわせられますので。ほら、来た。
これが厄介なんですよ。ってことは、これを回避するにはどうしたらいいか。ってなってくるので、まあ、冥界の霧ですね。冥界の霧は回復がね、全部ダメージに変わるので、さっきのね、ベホマズンがね、AI に任せてたら使わないと思うんですけど、もしね、自力でベホマズンなんてあっち唱えてたら、511食らう羽目になりますよね。なのでね、こっちもね、ダメージ受けてしまうので、もう速攻でね、勝負を決めたいところです。徐々にね、減らしていかないと、勝てないので。4回行動なのでね、この後アイアンゲーザー使ってくれるといいんですけどね。はい、そうしたらあっちが回復できないので、自動回復とかもね、全部ね、ごっそりダメージ持っていかれちゃいますので、で、こっちもね、MP 食らうので、はい、リベホイング。こういうの使っても、それも全部ダメージに変わってしまうので、自動回復時にね、ダメージ量が増えると思います。なので、テンションを貯めて、アイアンゲーザー2発かましてくれれば、もしかしたらいけるかもしれませんね。はい、こんな感じです。よかったですね。危なかったです、こっちも。わあ。さあ、2体は。わあ、ブラッドに変えて正解かな、じゃあ。こっちはじゃあ呪文系かな？ダメージ結構通りますね。テンション。はい、アイアンゲーザー。もしかしたら落とせるかもしれない。やはり、亡者の襲来。もう倒しましたね。ここにリザウラル使われるとね、まあ厄介なんで、まあそれはね、冥界の霧がね、あるのでね。まあこんな感じでね、まあ今回ブラッドでしたけど、まあこれしのいでもやられても勝ちなので、ウサギをね、戦いちょっと見たいですよね。やっぱこうちょっと4枠来ると分が悪いので、メタルとか来るとね、まあそのためのブラッドだったんですけど、まあね、こういうあれじゃないので、今回はね、ちょっとウサギを、もっとね、生かした戦い、見つけようと思います。はい、下画面見てわかる通りですが、範囲を広げて検索しましたが、対戦相手が見つかりませんでした。時間を置いてからお試しくださいとね、これ3回目なんですよね。これしばらく時間を置かないとこのコメント出てこないんですけど、3回やっても出てこないんでね。まあ、こんな感じなのでね、もうあと1体ね、あと1回見つけたらね、まあそれで今回終わりたいと思います。本当にね、対戦相手いなくて、動画を出したいんですけど、出せないっていうね、現状がありますので、なので不定期更新というのをね、ちょっとご理解いただけたら嬉しいと思います。なので、やはりね、プロフェッショナルが出るのでね、なのでね、この動画に本当にお願いします、コメントはね。なので、また探してみたいと思いますけどね。やっと見つかりました。見つかったけど結構強いんじゃないか、これは。グレイツェルとね、カメがいるって事態でね、まずちょっと不穏な空気があってね、強メタルスライムもいるんだよな。じゃドラゴンメタル。これもリクエストいただいてるんですけどね、なんせ出せませんね。この2戦やるのに1時間ぐらいかかってるので、自分やる時間がちょっと限られてるんでね、それが痛いんですよ。なのでね、それだったらね、他の、まあ、動画ね、撮れたなとかもあるので、なので、なるべく休みの時にね、まあ対戦相手いるかなと思ってやったり狙ったりしてるんですけどね、毎日はね、本当に出せないですね。毎日やったらね、本当に、チャンネルが、更新がね、もう本当に遅れて遅れてしょうがない感じになっちゃうので、もしかしたらこれ負けるかもしれませんけど、負けてもこのまま出したいと思います。なるべく勝とうとは思いますけどね。まあ、ウサギがいかほどかっていうね、ここから身代わりか。身代わりから。ネイモスタイプか。ああ、固まった。固まったけど、そこ落としてくれれば、あとは亀がね、おそらく精霊の歌とか使ってくるパターンが多いので、ね、でも身代わってないのでね、ここからどういくか。ここからうまくいけばブラートに変えてしまえばいいんだけど、今回はウサギパートなので、ブラートで勝てたとしても、ウサギでね、負けたとしても、ウサギを使ってやってみたい。ちょっと分が悪いけど、しょうがない、これは。あ、いいところに狙ってくれた。999でもね、1枠でも強いんですよ、この海の守り亀っていうのはね。
あ、でも連続でやってくれるからどうかな。2000ぐらい。お、行った。ここ行けばまた違う。グレーツェルがどうなるかだ、あとは。ははー、ここに来てアケツコ踊り。食らわなければ勝てる。あ、フラットだ、もう。しょうがない、これは。超行動早いでね、先手打ってここまで行ければだいぶ違う。だから、マヤネルスで別に落としてくれてもいいですね。だからライドしてるので、そこはあんまり落ちないでほしいんですね。これ3回行動、2回行動、3回行動。もう一回来るかな。来ますよね。この後に、ゴールデンコーンが74以上のダメージを受けると、次の呪文で落ちる可能性がある。はい、大丈夫。大丈夫だったということは入れ替えましょう。どうしようもないんだよ、これね。なので、根に持つタイプがついてないことを願う。で、ライドして、テンション。あ、相手も変えた。あ、変えたんだったらどうだろう。おー、ラプソン来ましたね。ライドして、じゃあ同じくテンション。相手の HP がね、そこそこ高くて、魔力系なのでね、他のステータスはそんな高くないはずなので、2930か。こっちはね、900しかないけど、防御力はものすごいあるので、アイアンゲーザーでどこまで通用するか。獅子16、だいたい500ダメージかける4なので、これもう一発食らわせれば勝てる。さあ最後死ぬ間際に何をしてくるか。亡者の執念とかついてるとちょっと厄介かな。はい、これで勝ちましたけど、勝ったね。はい、100になりました。じゃあ行きましょう。はい、一撃で倒しました。さあこのラスボスを一撃で倒すジェシカとどうなってしまうんでしょうか。何もついてないね。なのでグレーツェルとこう強メタルスライムどっちかがね、変なね、死ぬ寸前に何か持ってるとまずい。非常にまずい。根に持つタイプとかね、ちょっと外れで先に使われちゃうとまずいかなって感じはしますけどね。お、大丈夫かな。この強メタルスライムがあとどんなことをやってくるか。メガザルとかね、そういう変なのやられたらまずいので大丈夫か。この後アイアンゲーザーが来るか、もしかしたら。おー、来た。あ、行けました、行けました。勝てました。あ、よかった。はい、達人マスターにもね、勝てましたね。ウサギメンバーでね。ダインポイント11。まあ上がったり下がったりしてますけどね。もう本当に30分ぐらいかかったんじゃないかな、この対戦相手見つけるのに。はい、今回はね、非常に申し訳なかったです。もう対戦2回ですね。なのでね、本当にドラゴンクエストモンスタージョーカー3のね、プロフェッショナルがね、まあ、来年の2月に発売するっていうね、2月でしたよね、確かね。発売するっていうね、まあ、告知があったので、やはりね、ああいう感じのね、まあ、公式に発表されますと、その一歩手前のね、ゲームはね、やはりやる方がだんだん減ってきますよね。それは当然といえば当然なんですけど、新しいゲームがね、出れば出るほど、まあやっぱりそっちをね、やりますので、まあ自分もね、やりたくてしょうがないので、まあそのためにね、やはりね、新しいプロフェッショナルが出たら、プロフェッショナルで解放されるモンスターをね、重視に使っていったり、配合理論とかね、やっぱりこの、ドラゴンクエストモンスターズで、今パート213ですけど、もうほとんどね、半分が、もうリクエストパートなので、まあ半分以上ですね。なのでもう本当に最初の100パートの、そこまでいかないですけど、そこまでが、まあ配合してみたりね、攻略だったり、まあ、これとこれ配合したらこんなモンスターできますよとかね、新しいモンスターが配信されたのでとかね、まあ、ここに行ったら手に入りますよとか、そういうパートだったので、まあ、プロフェッショナルが出たらね、おそらくそうなっていくんじゃないかと思います。そしてなんせそうなので、対戦相手が全然見つからない現状でございます。なので、でもこうやって出します。なのでね、まあ、パートいくつまで続くか分かりませんけど、まあ、本来ならね、250とか300まで出そうと思ったんですけどね、本当に現実とね、理想と現実は違うので、まあ、出せない現状ですね。でも出していきますんでね。出せたら出しますんで、こうね。まあ、例えば1回しか対戦相手見つかりませんでしたとしても、まあ、次の日とかその次の日とかに見つかれば、それを合わせてね、出したりとかもしますんで、本当に時間かかるので、まあ、その間に他の動画休むわけいかないので、まあ、
ね、ドラクエを1個出すままに他の、ね、動画が10個出るかもしれませんけど、そちらに絶対ドラゴンクエストのコメントはしないようにお願いします。出さないのにいたしましては出せないです。そしてそのコメントにいたしましては、そのドラゴンボールだったらね、ドラゴンボール見てる方がいますので、そこに出すとやはりね、そこを攻撃してくる方っているので、なんでこっち見てるのにここにこんなコメント出すのとかね、直接言わなくても自分のツイッターとかに書いてきたりする方もいますので、まあ、それだったらね、自分に直接ツイッターもやってますので、まあね、その、まあ、視聴者様方のねトラブルを避けるためにも、まあ、ぜひ協力していただければ嬉しいと思います。なので、ね、まあ最後にいつも言うんですけど、まあ先頭だけを見てる方もいますので、まあ、冒頭でも言いましたけど、そんな現状なのでね、パート214すぐ出せればすぐ出します。もしかしたら明日出るかもしれないし、明後日出るかもしれないので、一応ね、まあ対戦相手見つけるために、まあ随時、まあね、検索はしていくつもりなので、まあその感じでやっていきたいと思います。なのでね、ちょっとグダグダでしたけど、今回こんな感じでした。ではご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。